大人が英語を言うなら武田です。 English TOEIC 初学者向け2024年版おすすめ教材。おお、なるほど。はい、今回からですね、うん、目標スコア別に、うん、こうどういう参考書を使っていったらいいのか教えてくださいっていうね、はいはいはい、企画やっていきたいんですけど、うんうん、まあ、森津先生にですね、まあ、たくさんのこうトイックで悩んでる人たちを指導してきていると思うんで、はい、もう初学者の方がこう400点ぐらいまず目指していきたいなってなった時に、うん、やった方がいいんじゃないっていう参考書をですね、もう一挙まとめて教えてほしいなと思ってます。わかりました。なのでこの動画めちゃくちゃいい動画になると思うんで、ぜひ参考にしていただいて目標達成してもらえればなと思います、はい、まずは単語ですか。はい、単語はやっぱり手前味噌だからってやつですね。はい、トイック選んであるテスト品質英単語ありますんで、はいはい、そちらやっていただければいいんじゃないかなと思います。そうですね、はいはい、でかつこの品性単語に収録されている単語を聞き流し音声としてね、はい、耳からインプットできるようにした動画も出てますので、うん、そちらも見てください、はい、続いてはじゃあ文法ですね、はい、文法はゼロから稼げるドリルですね。お、はい、こちらがございますので、はい、そちらをやっていただければいいかなと思います、うん、はい、これただまあやっててできるようになってったとしたらですね、うん、トイック選んだRテスト文法問題初めの400問、はい、これに、うん、まあ、後々入っていけたらいいなですね。うん、はい、初級者が取り組むと、あの最初のあのセクションすごい長いんですよね。はい、近視の説明がまあ詳しくあるっていう感じですね。で全体的なものとしては、まあ書き込みドリルの全パート入門編ですかね、はいはい、総合対策ってことですね、はい、うん、でリスニングに関しては、ゼロからスコアが稼げるドリル、お、はい、また出てきましたね、はい、まあ、これワンツーになるので、うん、まあ、3,4 は多分もう最初は難しすぎて長すぎてだと思うので、うん、でその後に、まあ、リーディングであれば中村澄子先生のですね、はい、パートセブンのこの回答のテクニックというのがあると思いますね、うん、でさらにはここから公式教材に行くんだったら、まあ500プラスですかね。なるほど、公式問題集じゃなくて500プラスの方が、はい、このレベルだったらいいよと。公式問題集はちょっと難しいかなと思いますね。これでまあパート3、4とかで、でさらにはまあこれちょっとむずいよっていう人とか、これプラスでやるっていうんであれば、金のパッケージですね、はいはい、総合対策本ですね。この前こちらの動画でね紹介した金のパッケージ、はいはい、ここに行ってほしいかなと思いますが、うん、ただやっぱり単語できるようになってないとダメなんで、うん、だから一番大事なのはこのスコアが稼げるドリルと品質英単語ですね、うん、この2つをきちんとできるようにしてからって感じですね。で書き込みドリルまでできて、だいたいいろんなこと分かってきたよ、基礎的なこと分かったよっていう状態で入るといいかなと思いますね、うん、そうですね。なんかこれをね一周さらっとやってね、はい、5割ぐらい正解できるようになりましたっていうのでね、うん、行くんじゃないですよね。そうですね、はい、それだと公式教材の500プラスでも金のパッケージでもボコボコにやられてしまうと思います、はい、そうですよね、はい、でも本当にそこは基礎の基礎なんで、まあ、なんならもう 100% 答えられるぐらいのね、はい、完成度を目指してほしいですよね、うん、はい、そうだと思います。まあ、品性単語もね、600単語収録されてますんで、はい、そんなに語彙数が多いこのね単語帳じゃないので、はい、もう何度も何度も周回してもらってもう完璧にしていってほしいですね。そうですね、はい、じゃあ今回はね、まあ、トイック初級者がね、はい、やるべき参考書について、紹介したんですけれども、まずはこいつらをもう完璧にしてもらって、でこれが完璧になったら次に出す動画のね、そうですね、見ていただいてね、はい、よりレベルアップしていってもらえるといいんじゃないかなと思います。そうそうそう、あとはもうこれでそれぞれパートごとにちょこちょこやりたいよとかっていうんだったら初心者特急ってありますんで、特急シリーズにもあれそれぞれのパートあるんで、はいはい、そちら見てみてもいいかなと思います。ということで今回は森田先生におすすめの参考書をまとめて教えてもらいました。大人が英語嫌なら武田です。 English TOEIC 600点を目指す人向け2024年版おすすめ教材、はい、前回に引き続き、はい、TOEIC 満点を100回以上取得している森田先生に、はい、おすすめの教材聞いていくという企画です。はい、はい、2024年度版って言ってましたね、はい、今年やるならこの参考書でしょうというものをね、うん、おすすめしていただきたいなと思います、はい、じゃあまず600点いくために単語ですね、うん、単語帳としてはやっぱり私の品質英単語、はい、これ終わったら銀のフレーズですかね、うん、に行ってほしいなっていうのがありますね、はい、品質英単語はね本当に600目指すんだったらもうマストで 100% ぐらい全部完璧に言えるよぐらいは到達してほしいですよ ね、 はい、はい、文法に関してはトイック選んだあるテスト文法問題初めの400問、はいですね、はい、こちらがまあいいかなと思いますね、うん、これが難しいよっていう人は戻ってもらって初級者用の動画出てますんで、うんうんうん、はい、そちらの参考書をやってもらえばいいんじゃないかなと思いますね、はい、文法のそこが終わったら結構得意になってきたなっていうんだったら出る線に行ってもいいかなって感じですね、うんうん、こっちの方が難しいんでこちらに行ければいいかなと思いますね。でその400の方は語彙問題についてが入ってないんですね、うん、でデルセンの方は語彙問題についても書いてあるって感じですね、うんうん、
続いて総合対策ですね。こちらがまあ金のパッケージですね、はい、とやってもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、でそれぞれ他にリーディングリスニングを勉強していくんだったらプラクティスですね、お、はい、をやっていって、そしてまあやっぱり模試もやっておかなきゃいけないですから、最終的に仕上げとしてですね、うん、2時間練習してほしいので、うん、まあ、そこはやっぱり公式10ですかね、やっぱね点出ておりますの で、 そうです、ね、はい、公式点をやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね、うん、公式教材他にもあの500プラス出てますので、はいはいはい、こちらであればまあいろんな形式学ぶことできて、まあ、基礎問題が学べるっていう感じですね、うん、でその後とかに、まあ、さっき言ったリスニング、うん、リーディング、プラクティスとかやって、で公式問題集につなげるといいと思いますね、うん、そうですね、苦手な人は500プラスからね、うん、演習しっかりしていってっていう感じですよね、はい、まあ、これが一応600くらい目指すんだったらこれをやれればいいんじゃないかなと思いますね。で、はい、これまだまだ無理だよっていうんだったらぜひ1個前の動画の方ですね、そちらをチェックしてやってもらえればなと思いますね、うん、はい、追加で公式問題集やろうとかしちゃう人も多いかなと思うんですけど、うん、正直この参考書たちが全部完璧になったら余裕で600点超えると思うので、はい、完成度を上げるっていうところもね、うん、しっかり意識していってほしいですね。ベル線とか完璧にするの結構時間かかりますし、はい、そうですね、銀のフレーズとかもね、やっぱり定期的に復習してないと抜けていっちゃうと思うので、うん、そこはねしっかりインプットして臨んでほしいなと思います、うん、まあ600の壁とか言われますけど、これでぜひとも突破してほしいですね、うん、はい、じゃあ600をね突破した方向けに730点目指したい人向けの動画をまた次回の動画で出すので、はい、お楽しみに。大人が英語を言うならこれです。英語です。トイック730点を目指す人向け2024年版おすすめ教材、はい、ついにね730点目指す人向けの教材を教えてくださいというコーナーなんですけど、うん、はい、コーナーではないということ、はい、企画なんですけど、はい、まずやっぱ単語は筋フレですね、はい、ただし筋フレだといわゆる日本語があって英語なんで、うん、それが嫌だよっていう人だったら筋のセンテンス、うん、はい、そっちでやるっていうのもありだと思いますね、はい、まあ、載ってる単語同じなんで、はいはい、自分の合ったものにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね、うん、そして文法の方に関してはまあ出る線かなと基本的には、はいはい、ただまあこんなにやってらんねえよ問題たくさんっていうんだったら、うん、まあ、金の文法ですね、はいはい、の方も出ていますので、まあ、同じ著者ですし、はいはい、そんなたくさん問題解く時間ないですよとかっていうんだったら、うん、こちらで単元別の勉強してもらえればいいかなと思います、うん、はい、でその後で文法特級ですね、うん、これはいわゆるランダムになっているので、うん、問題がですね、はい、単元別ではないものになってますので、うん、手軽に勉強できると思いますね。そうですね、文法特級は結構薄いですしね、はい、電車の中だけで演習するよとかでもね、うん、使えるんじゃないかなと思うので、単元別のものでインプットした後はランダムになっているもので演習していくといいですよということですね、はいはい、続いて総合対策ですね、うん、これはまあ金のパッケージで勉強する、はい、ただもっともっとレベルの高いものやりたいよっていうんだったら L&R テストの全パート完全攻略800点プラスっていうのが出ておりますので、はい、そちらで戦ってもらえてもいいかなと、うん、はい、思いますね。まあどっちか一冊選んでやっていくと、ね、はい、うん、まあ、読んでみて、あ、これ知ってるよ、もうトイックのについて知ってるからっていうんだったら、うん、難問が多いものにする、こんな知らなかったわってもんだったら金のパッケージでっていう感じだと思います、うん、はい、でまあリーディングリスニングに関してはそれぞれもうちょっと練習したいよっていう人は、まあ、うん、プラクティスですね、リスニングプラクティス、はい、リーディングプラクティスっていうのを公式教材をやってもらえればいいかなと思いますが、うん、はい、さらにはまあ模試ですね、うん、やっぱりちゃんと模試で演習していかないといけませんので、うん、その時に10から遡っていくですね、うん、公式教材のですね、はいはい、公式の、トイックの109、8というふうに、うん、まあ、遡っていってもらえればいいかなと思いますね。その中でいわゆる650点プラスっていう教材もありますので、はい、公式教材ですね、まあ、こちらも、入れてもらえればいいかなと思うんですが、ただ厄介なのは模試とかに解説がないんですよね。なんでちょっと指導者がいないと大変かもしれないなっていう感じですね、はい、なので、こちら使う方はちょっとお気をつけくださいと。はい、もしも模試がもう終わってしまったっていうんだったら究極の模試600問プラスっていうのがありますので、はい、うん、まあ、こちらもやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね、うん、さらりと言ってますけど大変ですからね、この4つって言っただけでも大変な問題数になりますので、うん、サクッと終わらないので、はいはい、ちゃんと復習してね、公式問題集に出てきた知らない表現とか覚えていってほしいので、うん、ここまでやってると、まあ、究極の模試までたどり着く頃には700超えてんじゃねっていうのもあるんですけど ね、はい、まだ演習たくさんしたいよっていう人はやってみるといいかなっていう感じですかね、うん、はい、あと注意点なのはやっぱりその単語と文法、ここをおろそかにしないでほしいと、うんうん、そうですね、総合対策やってる時とかリーディングの練習してる時、リスニングの練習してる時でも定期的にね復習して、うん、まあ、忘れないようにするっていうのを心がけてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、そうだと思います。
ぜひこれで730点突破してください。はい、また次の動画で800点以上を目指す人向けのを聞きたいと思います。はい、お楽しみに。さら英語やんなら武田です。エンゴです。トイック800点を目指す人向け2024年版おすすめ教材、はい、いきたいと思います。お願いします。まずはやっぱり筋トレですね。こちらやっていただきまして、まあ、どんどん進めていくっていうんで、まあ、あと金の熟語も出たんですよね、そういえば。はい、なんでまあ800だったらその熟語とかも入れてもいいかもしれないですね。うん、なんだこの金のルートみたいなのちょっと思いましたけど、うん、文法に関してはまあ出る線ですね、うん、出る線やってもらいまして、はい、金の文法でもいいんですか。そうですね、金の文法であればもうちょっと短くできるっていう感じ で、うん、でその後にまあ文法特急入れてもらって、はい、でまあ、これは730と変わらないですけど、ただまあ文法特急2冊出てるんで、うん、800目指す人だったらまあそっちもできるかなと思いますね。余裕があれば2冊やってもいいと。はい、で総合対策に関しては全パート完全攻略800点プラス、はい、まあ、こちらともしくは公式教材ですね、うん、こっちもあるんで公式トイックリスニング&リーディング800点プラスですね、はい、800プラスですね、うん、ただこっちの800プラスの方は後ろの模試に解説がないとかそういうものもあるので、うん、なんでまあなるべく指導者がいる方がいいかなと思いますね、うん、はい、なんで自分でやるんだったら完全攻略800点プラスの方がいいかなと思います、うんうん、であんまりトイ君そんな詳しくない、こんないきなりむずいのばっかりやられてもみたいな、うん、英語力は元からある、うん、ただトイックを知らないから取れてないんだって言うんだったらこれも730点の方に戻ってもらって、はいはい、いやそっちの参考書たちの方がトイックを知れるっていう感じですね、うん、まあ、具体的に言うとその金のパッケージとかですね、はいはい、そういうものでやっていくといいと思いますね、うん、続いてリーディングの方に関しては、はい、これがトイック公式リスニング&リーディングパート7速読演習っていうのが出ておりますので、うん、こちらをまあやってもらえればなと思います。ただやっぱまだあんまりよく分かってないですって言うんだったら前の730点おすすめの方にある、うん、リーディングプラクティス、リスニングの方もそうですね、リスニングプラクティス、という感じですが、はい、リスニングに関しましては、まあ、壁越えトレーニングのパート1から4のやつですね、こちらを見てもらえればいいかなと思いますね、はいはい、まあ、リスニングプラクティスと比べていただいて、うん、どっちが自分がやりやすいかっていうので、決めるのもありだと思ってます、うん、はい、と模試をガンガンやっていくわけなんですが、はいはい、まあ、さっきの800点プラスの中にも模試入ってるんで、うん、はい、なんで800点プラスもやるっていうのもありだと思います。総合対策日本語のやつでやってその後に模試として800点プラスもやりますよっていうのもありです、うんうん、で他の公式教材としては、ボリューム10からですね、公式の、はい、この公式教材で、まあ、一番有名な、ね、公式問題集と言われるやつですが、うん、1から決してやらないように、うん、はい、10から遡っていってください、はい、これが大事ですので、はい、そちらをまあ4つぐらいとかね、うん、できる人は5つとかでもいいですけど、はい、やっていただいて、まあ、じゃあ19、8、7とやっていくと、で、あとは究極の模試600問プラス、うん、こちらですね、非常によくできておりますし、うん、で新しくこの、ね、200% 活用模試っていうのも出ておりますので、はいはい、まあ、これらはアビメっていうですね、正答率を算出することができる、うん、はい、というすごく優れた模試ですので、うん、はい、ぜひとも、まあ、これらを使ってやってもらえればいいんじゃないかと、うん、ただし800点を取れるっていうことなので、うん、英語力あるっていうのが前提ですからね、うん、こんなにいっぱい参考書できないよ、そうできるためにはまずその英語力だったり、うん、トイックに関する知識だったりがあるという前提だから早く進んでいけるので、うん、それがない状況でいきなりこの大量の模試にガガガガガガンと、ね、挑んでいても無理ですので、うん、そちら忘れないでください。はい、そうですね、あとはね、その模試を解いた後に苦手なパートの復習してほしいですよね。はい、そうですね、はい、苦手なところだけもう一度参考書やり直すとかでもいいと思うので、うん、苦手を潰すっていうところをね、やっていかないと700止まりになっちゃうかなと思うので、うん、苦手なところ、できないところを潰していって800点超えていけるといいんじゃないかなと思います、うん、そうだと思います。ということで今回はトイック満点をね、100回以上取得している森先生に800点取るなら今年はこれがおすすめだよというね、はい、参考書をおすすめしてもらいました。そうですね、いやだいぶ充実してきたと思いますよ、参考書公式教材もだいぶ数が多くなりましたね。いやそうですね、うん、でぜひともこちらを参考にしてみてください。おたらは英語をやんなら武田です。英語です。トイック900点を目指す人向け2024年版おすすめ教材、はい、900点ですからね、はい、なかなか高いレベルになりますが、まあ、やっぱり金フレですね、単語帳は、はい、そちらやっていただきました。あ、もちろん金のセンテンスでもいいですけど、うん、はい、やっていただきまして、まあ、ここからですね、どうなっていくのかですが、まず文法に関しては、まあ、トイック L&R テスト990点獲得パート5 and 6、 難問模試と、うん、はい、非常に難しい
やつでございます。もちろんねまだまだちゃんと、ね、文法は身についてないんです。英語はできるんだけどっていうんだったら金のデル線ですね、うん、デル線なんかで戻ってやってもらうのもいいと思います、うん、そして900点特急ですね、はいはい、パート5 and 6っていうのがありますので、うん、まあ、そちらも一緒にやってもらえればいいかなと思いますね、はい、僕が990点を取るきっかけになった参考書ですね、はい、そうです、はい、でまあ、総合対策本としては、800点プラスですね、うん、まあ、模試の解説なんかついてなくてももういけるでしょうっていう感じですね、はい、公式のやつですね、はいはい、で、リスニングに関してはパート1、2特急ですね、はい、難関対策ドリルっていうのがありますので、はい、まあ、2つ出てますので1と2とです、うん、はい、どちらもまあやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね、うん、で他リーディングに関しては、はい、いわゆるリーディングの速読演習ですね、うん、はい、公式教材が出ていますし、で他にも、まあ、極めろリーディング回答力ですね、はいはい、分厚いやつですね、はいはい、大量の問題を解きたいっていうんだったら、うん、まあ、そちらやってもらえればなと思います。そして、模試ですね、さまざまな模試ありますので、はい、そちらは公式教材の10からこう遡るっていう感じですね、うん、やっていってもらって、まあ、5つでも6つでも好きなだけ解いてくださいという感じで、はい、でその後で生鮮模試の総合のやつですね、うん、はいはい、オレンジのやつがありますの で、はいはい、でまあ、もうそれも終わっちゃったよとかって言うんだったらいろいろとありますので、それのバージョンですね、リスニングだけのやつとかリーディングだけのやつもありますし、うんうん、その他800点のところで紹介したもう全部模試できちゃったんだよっていうんだったら、600問プラスだったりとか 200% 活用模試なんかもありますんで、うん、それらを活用してもらえればいいんじゃないかなと思いますね、はい、他にも難しいやつとしてリーディングのところにあるんですけど990点獲得最強パート7模試っていうのがありますので、こちらですね難問だと思いますが、そうですね、これも難しいですよね、はい、うん、ぜひ挑戦してもらえればいいんじゃないかなと思いますね、はい、結構厄介だと思いますけど、うん、900点取るためにはこの自分の点数取れてないところをねちゃんと潰していく必要があると思うので、全部やらなくてもいける人はいけちゃうと思います、ね、そうですね、うん、なんで全部やらなくてもここが苦手なんだみたいなところをね今紹介した参考書の中から選んでそこから潰していくっていうやり方もありかもしれません。そうですね、うん、あとは生鮮模試の56とかも新しく出てますんで、うん、はい、そちら文法の補強に使うのもいいかなと思いますね、うん、そうですね、900点取るのはねなかなか大変ですけどね、はい、これだけの参考書をちゃんと完璧にしたらまあまあ全然余裕で取れるとは思うんですけど、はい、なんでぜひともそれで目指してください。はい、大変ですよ900点ってなかなか。そうですね、あとねそれぞれの参考書についてもね過去にいろんな動画で紹介してますんで、使い方わかんないよとかね、うん、公式問題集どうやったらいいのとかね、うん、そういうのも出てるので、よかったら武田塾イングリッシュチャンネルね、チャンネル登録もしていただいて、はい、わかんないことあったらコメント欄でぜひ質問してください、はい。